ロバート・グリーンウォルドロバート・グリーンウォルドはアメリカ合衆国の映画監督、プロデューサー、政治活動家。1980年代から1990年代にかけてはテレビ映画で多くの賞を受賞した。近年では特にドキュメンタリー映画の監督として知られているが、日本向けの公開、放送、ソフト販売がされた作品はほとんどない。 ニューヨーク州ニューヨーク市出身。心理学者だった父ハロルドと母ラスの間に生まれる。地元のハイスクール・オブ・パフォーミング・アーツに進学し、卒業後は数本の自主映画で監督を務めた。その後ロサンゼルスへ移り住み、テレビ番組のディレクターとして成功を収める。1977年にモスクワオリンピックを題材にしたテレビ映画、21アワーズ・アット・ミュニック。 をプロデュースし、この映画はエミー賞で3部門からノミネート。1984年にドメスティックバイオレンスを題材にしたファラフォーセット主演、バーニングベッドで監督を務め、ゴールデングローブ賞などを受賞している。しかし、その一方で1980年に劇場公開映画の監督を初めて務めたオリビア・ニュートン・ジョン主演、ザナドは興行収入。 評判ともに成功からほど遠い結果に終わっており、ラジー賞では6部門からノミネート、最低監督賞を受賞した。その後しばらく映画制作から遠ざかっていたが、1993年の、あなたが聞こえないで、監督、制作、1997年のラッセルクロウ、サルマ・ハイク主演、ターニング・ラブで、監督、2000年には、アビー・ホフマンの電気映画、スティール・ディス・ムービーで、 監督兼制作を務めるなどしている。スティール・ディス・ムービー制作以降、社会的な問題提起とすべく、ドキュメンタリー映画を次々制作しており、中で、最も話題となったのが、フォックスニュースとそのオーナーであるルパート・マードックを、激しく非難した、ウト・フォックスと、ルパート・マードック、SO ・ s o オオン・ジャーナリズムである。同作は、インターネット通販サイトのアマゾン・ドット・コムで、 2004年7月のトップセラーになった。ありがとうございます。